回の一番はあっけんこと秋山由里香対カエピョンこと大瀬楓。栄えあるカメラ前でのワンショットタイトルコールができるのは一体誰なのか。友情を超えた熾烈な戦いが繰り広げられる。今日の占いが1位だったので絶対勝ちます。茶柱の立った緑茶を飲んだので勝てる気がします。今回の対決はカードゲームの定番スピード。それではノーカットでご覧ください。レディーゴー。初恋のかけら、どうも、人生のおせ、少しでも胸の変なのが薄まってゆく夢のせ。翔子対ゴトゥーこと後藤由紀。栄えあるカメラ前でのワンショットタイトルコールができるのは一体誰なのか。友情を超えた熾烈な戦いが繰り広げられる。最近お寿司のわさびありでも食べれるようになったので今日は大人の気分で勝ちます。最近カカオチョコレートの苦味の美味しさが分かってきたので今日は絶対勝てます。今回の対決は昔懐かしいけん玉、剣先に玉を入れていただきます。それではレディーゴー。はい、よっ、なんで一緒にやるの。いくよ。ほっほっ、待って、当たったかと思った。なんで、もう一回集中しなきゃ。おお、ね、じゃあちょっと後藤に向かって、せーの、おー、いた。ねえ、もう行くからだろ、一人で。残りになっちゃう。ダメだよ、終わらないぞ。ごつ頑張る、頑張る。もうできる。ちょっと二人で、せーの。じゃないよ。えっ、はい、いきます。ツンTV ザ・ポッシボ炎の順番勝負。今回の一番は橋本こと橋本愛菜対ロビンこと岡田ロビン翔子。果たしてカメラ前でのワンショットタイトルコールができるのは一体誰なのか。熾烈な戦いが繰り広げられる。朝から鮭わかめのおにぎりを食べてきたのでロビンには絶対に負けません。まずじゃんけんで勝てたらこの勝負絶対に勝てる気がします。ハシモンには負けません。今回の対決は最新版ワニワニパニック。ワニの歯を押し運悪く噛みつかれちゃったらアウト。それでは気をつけて、レディーゴー。最初はグー、じゃんけんぽい。いや大丈夫、ハシモンからだね。うん、どうぞ。これ押すのね。うん、いいよ、押して。はい、待って。おお、下がってくんだ。ねえ、ちょっと。でもどうする、これ真ん中やったらやばい。いや、知らないよ。うわはい、
ださいね。ズンク TV。 やったやった。ザ・ボンシボー炎の十番勝負。今回の一番はカイピョンこと大瀬楓対モロリンこと諸塚かなみ。果たしてカメラ前でのワンショットタイトルコールができるのは一体誰なのか。今回も熾烈な戦いが繰り広げられる。私の集中力はボッシボー1なので勝てます。私の運の強さはボッシボー1なのでカエピオンには絶対負けません。今回の対決は居眠り中のブルドッグから餌を奪うゲームでも、タイミングを逃すとレディーゴー。誓いやるの？じゃあうちもやろう。いいよ。よし、最初あげじゃんけんぽい。意味ない。はい、じゃあ始めます。怖っ。待って待って、待って、食べない。びっくり